皆さんこんこにちはレクセン人講師のンです、えー、それではですね、使用書士試験の2022年合格目標、直前択一過去問絞り込み講座についての説明を簡単にしていきたいと思います、えー。この講座はですね、もう開始して10年以上経っているんですが、今までたくさんの合格者を輩出させていただいております。えー、直前期ににですねどののように勉強をしたらいいのか その一番の方法だと私が考えているのがやはり過去問を使った勉強とということになりますで過去問を使ってではどのように勉強していけばいいのかということをですね、えー、多分たくさんの受験生の方が悩んでいらっしゃると思いますこでそこで,です、ね、この直前択一過去問絞り込み講座では、えー、この過去問をとにかくこうやって使って直前期を乗り切ろうというです、ねえー、ことを皆さんに提供するべくまずその題材ですね 題材を私の方りえすこの過去問をとにかく回してほしいやってほしいという過去問をですねセレクトをいたしましてそしてそれだけではなくプラスしてその回し方というものをですね具体的に提案をしていきます。 でこの2つをコンセプトとしてですねとにかく回すべき題材である過去問をこちらでピックアップしそしてその回し方を、えー、細かく具体的に皆さんに伝授する、えー、この2つの柱によって、えー、長年たくさんの受験生の方に利用していただいて、えー、本当にあのお皆さんにですねあの利用していただき愛していただいている講座だなと思っているんですがここまで私も当初始めた時にですね、えー、皆さんにここまで指示をしていただけるとは思っていなかったので すすごく嬉しいいい気持ちででっぱいでありますでこちらの講座についてちょっと簡単にポイントをですね説明していきたいと思うんですがまずですね、えー、直前3ヶ月で過去問をととにかく何とかくしていこうその過去問が重要だということは分かっていても今まで過去問とそれまでですねどうやって向き合っていけばいいのか。 この3ヶ月の直前期を迎えるまでやってはいたけれどもそこまで過去問をやり込んだかと言われるとちょっと自信がないという方もいらっしゃると思いますそういった方にですねとにかくこの3か月で過去問をなんとかしていくそのためにはやはり両門をセレクトすするるとということがこがれ重要になってくるわけですその両問のセレクトを全て私のこの私自身が全部の問題を解いてセレクトさせていただいております。でこちらですねあの直前卓越過去問絞り込み講座は えー、その過去問を絞り込んだものをですね、えー、このように1冊のこれは教託司法書士法なんですが1冊のレジュメにまとめまして中はですね、えー、中はあの <coughs> 合格ゾーンの問題を編集しているということではあるんですけれども B5 サイズの問題冊子にしておりますですから1冊民法だったら1冊不動産東京も1冊会社法商業東京で1冊という形でですねこう 分厚い合格ゾーンをデーンとこう机の上に広げてということではなく B5 サイズの、えー、この絞り込んだ問題集を皆さんにご提供して、えー、講義をしていくという形になっていきます。さあそして、えー、こんな悩みの方あにおすすめであるという,う部分なんですけれどもまず過去問を使用した直前期対策の計画がいまいち立てられていない方そして過去問学習は取り入れているんだけれどもやる目的を明確に回答できない。えー、そして どうやって、えー、過去問を使った勉強をしていけばいいのかその方法論が分かっていないという方にも非常にお勧めですそして過去問を使用して知識を増やしていきたいこの講座ではあの過去問を絞り込んでいくがためにですね、当然論点落ちということが懸念される受験生もいらっしゃると思うんですねでその点はこの一問の問題からここまで、えー、横断整理で、えー こう手を広げていっていいんだよというですね、その一問の知識を題材に広げるべき横断整理の論点までも私の方で指示していきます。いわゆる何でもかんでもですね、知識を広げればいいというわけではない。だけどもやはり広げるべき知識はやっぱりこの時期に横断整理等々を広げてほしいんです。その広げるべき知識の…まあ 選択とそして限度というものを具体的に、えー、皆さんに伝授しますので、えー、少ない問題であってもお知識をお、まあ、広げるべきところは広げて、えー、網羅していくと論点落ちのないようにしていくというようなことをお講義の中で取り扱っていくというのが狙いとなっています。 さあそして、えー、こちらポイント1直前期の学習計画はですね絞り込んだ問題をとにかく回す勉強が王道であると私は邪魔ですね消しましょうね、えー、直前期の卓越学習絞り込んだ問題はとにかく回す勉強が王道であるで、この具体的な方法を皆さんに伝授しますそして、えー、ポイント2膨大な量の過去問の中から直前期に回すべき問題を指定していくで、これはもうとにかく私が責任を持ってセレクトしていきます そして、えー、続いてポイント3、えー、過去問数の5倍に匹敵する知識を得る絞り込んだからこそ、えー、過去問の 問題数を絞り込んだからこそ先ほど言いました、えー、広げるべきところは広げてこの問題からここまで派生論点を頭に思い浮かべられないと浮かれませんよというような一問の問題から広げるべき派生論点というのは言及していきますからそこでもって問題は少ないながらも知識はきちっと網羅していくということを目指していこうと、えー、しているところが特徴になっていきます。 そしてです、ねえー、もう一つその計画の立て方というところに関して申し上げるのであればこれ昨年の第1回目でお話をした内容なんですけれども、えー、ちょっとプレゼンターを見ていただきますとです、ね、こう直前期の問題の回し方通学クラスの方への、ねえー、案として例えば 初受験生の方は6週間で1回。この直前択一過去問絞り込み講座の過去問題集を6週間で1回。次3週間で1回。次2週間で1回。2週間で1回。そしてラスト1週間で1回。 というようよな形で,でもちろん中上級者の方にも例えば4週間で1回3週間で1回2週間で1回などというふうに具体的にどのような形で、えー、回していけばいいのかという全体のスケジュールをまず通学クラスの方と、えー、若干遅れてスタートします通信クラスの方に向けて具体的なそのスケジュールというのをまず提案をした上でした上でですねじゃあ ここ例えば5週間で1回と言われてもじゃあ5週間で1回っていうのは分かったけれども日々の勉強は具体的に何をどれぐらい勉強すればいいんですかということは当然これでは分かりませんよね。でそこでですねこれあの皆さんにご提案をしているんですがはい。 まず、6週間で1回の方、5週間で1回の方、4週間で1回の方、えー、それぞれですね、あの、ご自分の今までの勉強、えー、履歴によって、その、何週間で1回回すかというのは変わってくるんですが、その時に、例えばこれ、A、ね、あの、奇数の日、例えば1日、3日、5日、7日という奇数の日に関しては、A プランで行く。A プランだと1日のノルマは、こちらですね、民法が、 4週間ので回す方は11問、えー。5週間で回す方は9問、えー。6週間で回す方は8問。ね、えー、やりましょう。そして次、同じ日ですよ。不動産投記法は4週間プランの方は16問。そして、えー、5週間プランの方は14問。で 六週間プランの方は十二問、えー、不等法を、えー、解きましょうと。でこのもちろん特題材というのはこの絞り込みの問題集の過去問ということになります。そして民質民法は四問ね。六、えー、週間五週間四週間いずれの方であっても四問。そして同じ日に強託法は二、えー、問または四問。そして司法書士法二問。そして憲法四問または六問というふうにこの。 プラン A の日は民法不当法民室民法そして協宅、えー、司法書士法憲法でもってこれがプラン A, A の日のノルマなわけですでこれなぜこういった図表になっているかというとこれあいうえをそれぞれですね、えー、あ,あの丸×などというふうに回答を書いて後でこれあのこのシートを答え合わせの際に丸付けしていただくでこのシートはだからプラン A の時に毎回使っていただくものです この番書を、えー、コピーしておいてストックをね作っておくといいですよという話をしたわけなんです。で同じプラン B の日というのが民法8問または9問または11問、えー、そして会社法が8問または10問で商業統計法が6問または8問または10問そして、えー、続いて民訴が6問または8問、えー、刑法が4問または6問、えー、これがプラン B の日なんです。 でこれが B が偶数の日の勉強方法です。ですから奇数はプラン A え偶数の日はプラン B で互い違いに行くことによってこれをこなしていくと、えー、4週間または5週間または6週間で先ほどを見ました。 6週間、ね、6週でもって1回回す人ねもういらっしゃれば5週でもって1回回す人で中上級者のように4週で1回回す人今のプラン A プラン B を互い違いにこなしていくことによってこの6週5週4週で1回目が回っていく。 そうすると次に2周目は3周で回す方という方が出てきますよね。そうしましたらじゃあ3周の時のシートはどうなるかというとこれ3周もしくは2周用というシートがちゃんとありまして3周よしくはもしくは二周用シートはプラン A の日はやはり民法の15問か23問民質民法は9問そして不当が22問か 三十四問、でもってこちらに行きまして、供託法が六問か八問、司法書士法が四問か六問。で憲法が八問か十問、でこれによって、えー、多い問題数を解けば。えー、二週プランになり、で少ない問題数であれば、三週プランになる。で、これプラン A. ですよね。プラン B. は次のページにありまして、プラン B. は三週、もしくは二週用。民法は十五問ないしは二十三問、そして、次に会社商法が十四問ないしは二十一問。そして消灯法が十四問、または。 20問そして刑法が10問または14問民訴が12問または18問、ね、でこのプラン B を偶数の日にやってやはり同じように、A、プラン A プラン B で互い違いにやっていくと3週もしくは2週で一回りしていくこれが2週目の状態になっていくわけです。でもちろんあの2週目はだいたい3週でもっておすすめをしているんですが次の第3週目。 えー、6週、3週、2週、ね。だから3回し目。3回し目は大体皆さん2週、ねえー、をお勧めしてるので、同じ今の2週のシートを使っていけばいい。そしてまあ、6、3、2、2、1だとすると、最後1週間、1週でもって、えー、この1週間は、さすがにですね、この絞り込み過去問の問題集を、全科目を 7で割って全科目11科目を7で割って、えー、最後1週間の間はあ全て7でやっていきましょうということをお勧めしてるそうするとこれ一週用です最後一週用のシートが民法は1日33問で不当法は1日24問そして会社消灯法は会社消灯法15問、えー、刑法10問民訴4問あっ民出4問消灯法 14問そして、えー、民訴が13問で民事保全が3問、ねえー、でまだ続くんだなまだ続く。えー 刑法、憲法が八問、司法書士法が四問。これで全十一科目、七で割った、あ一週間用の最後のシートです。この一週間用を、えー、これ毎日。この民法三十三、不当二十四。そして、会社商法十五。そして刑法十、民質四、ね。民質四、そして消灯法十四、えー、民相十三、民法三問、えー。そして、え供、ー、託六問、憲法八問、えー。そして、司法書士法四問と、やっていけば、七日で、えー、この。 絞り込み過去問の問題集の問題が全て、えー、やりきるというような形でもうとにかくこういうシートでもってこういうふうに毎日勉強するんだよということまでも管理していきますで。実はこの方法を使いまして えー、私の、あのー、クラスの、えー、通学クラスの受講生の方一発合格をされていらっしゃいますでその時のですね一発合格をされた方の、えー、学習シートのコピーをー提供していただきましたのでちょっと皆さんにお,お見せしていきたいと思います。それれががでですすねねねこの、えー、こちらになるんです、ねこれがね、一回しのの時の、ね A プラン四月五日で、えー、次に B プラン四月六日って書いてありますよね。そして A プラン四月七日、ね、で持って、えー、次 B プラン四月八日というふうにこれはこの方は多分一番多くの問題までやってますから六四週間で一回しのプランを採用されたんだと思います。でこうやって一回しの時に A B A B と、ね、このふうにずっと A、BA、B A B だいたい A プランの日は ええー、四十三問が一日のノルマということになりますね。そして、ええー、B. プランの日が四十五問が一日のノルマね。という形になります。で、このように A. B. A. B. でずっとこう一回しをまず。されて、これ一回しの時のシートをお借りしたものです。一回しの時のシートをお借りした。で、今度二回しの時の、お二回目の二回しの時のシートが。四月二十九日から。ええー、多分、これはですね。え四、ー、周年回されたのかな。 四週であまだまだこれはあれかあの二回し目で四週でもう一回回されたんですねこれ四月二十九日 A プランそして四五月四日あこれ何からお休みされたのかな B プランで五月五日あ。 5月5日が A プラン、ね、そして、えー、5月6日が B プランというふうにですね大体この時もやはり45問かもしくは43問ね1日のノルマということで2回しをされた。で続いて3回し目3回し目がこれ多分2週間で回されてますね2週間で回されてるのかなそうだね2週間で回されてますね。えー、5月29日 A プランで、えー A プランですねで6月の1日 B プランで、A、6月の2日 A プランですね6月の2日 A プランって。という形でこのように2回し目あ3回し目ですね3回し目は2週間で回されてる。で4回し目も同じく2週間でやられています。2週間これ6月14日、A、プラン えやってますね。全部やってますね。もう丸が全部ついてきましたね。さっきはあのちょっと間違えてるありましたけれども。で、えー、A プランが6月14日、それで、えー、次の日が6月15日が B プランね。 というふうふにこの時のノルマは A プランだと1日90問もう88問正解されてるってことですね1日90問そして B プランの日には1日96問、ね、96問がノルマあ96問中96問正解されてるて、ね、というふうに6月16日は A プランで6月の <laughs> えー、17日が B プランというふうにこれ、えー、4回し目ねやられていらっしゃったわけです2週間で4回し。でもって、えー、最後ラスト7日間です。見えるかなちょっとここにあのラスト7日間って、えー、ご本人に書いていただいたんですがほら1週間用6月28日いいですかずっとやられて民法33134問1日134問100問超えると相当きついんですがもうさすがにこれで。 ごまわし目ということになりますからね。ごまわし目ですから、えー、なんとか頑張ったんでしょう。一週間用で、えー、これ六月二十八日と書いてありますよね。で、こうずっとこうやられて、先ほどお見せしたものですね。そして次六月二十九あこれ一日ごと持って聞ていてあげたんだ。六月二十九日百三十四問中百三十一問できた。はい次六、えー、月二十七日百三十四問中百三十四問、ね、はい次六月三十日。えー 134問中134問続いて7月1日はい、えー、134問中134問はい7月2日ですね7月2日137問中137問。 はい、えー、次に、えー、7月3日さすがに前日は少し軽くするようにあの最後ですね、えー、しておりましたので7月3日前日が104問中100問でこれで本試験を迎えられていったということになるわけです。この方は一発合格されて、えー、素晴らしい成績で受かられた方なんですが、まあ、本当にあの私があの皆さんにご紹介したです、ね、やり方をおその採用してくださったので、えー、ご本人も本当にあの喜んでいらっしゃいましたし私も本当に、えー、安心しました。えー、自分このやり方は 私が実は1回で受かった時の自分自身の勉強のやり方それをもとにこの講座を作ったんです。でそししててててですね自分ののやり方を皆さんに広く知っっっっ使使えるものだったら使っていって欲しいということでこういった勉強方法を提案することにしたんですがもちろんねあの私自身がそれで合格ができたからといって皆さんにそれが当てはまるかどうかっていうのは正直最初は不安もありましたただ毎年あのこれだけの合格者の方出していくことができまして正直安心をしているところです。えー、是非ですねあの 今年も今年もというか2022年の合格に向けて私自身も今以上にステップアップしてブラッシュアップしてですね皆さんの合格をお手伝いするよう頑張りたいと思いますので少しでも直前期の勉強方法に不安がある方は参考にしていただければなと思っております。それでではは今日はですねこの直前 統、えー、一過去問絞り込み講座についてのですね、あのご紹介をさせていただくことができまして、えー、皆さんにですね、ぜひ検討をしていただこうと思っております。えー、ぜひですね、改正の嵐が来る2000。えー 23年以降よりも前にですね皆さん方の嬉しいですねご報告をお待ちしておりますのであのそのお手伝いをさせてください。それではあの私からの話は以上で終了させていただきたいと思います。皆さんごご清聴どううもありがとうございました